る。あの子探すのさ、みんな54は熱い恋元気。ここは湖南市立パワフル高校のグラウンド。甲子園を目指す熱き球児たちは今日も練習に励むのであった。いやあっちいなー、あっち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 、太陽さんギラギラだぜ。彼の名前はショートの翔太郎、この野球部のキャプテンである。いやー、あっちいよ、今日な、本当にな、涼しいと思ったのにな、あっちい。あれまだ誰も来てねえのかな。それにしてもな、今年もセミがうるせえな。おい、練習始めるぞ。はい、キャプテン。彼の名前はピッチャーのピータロー。彼は時々自分が人間なのかセミなのかわからない時がある。お前いつもそれやってんよな。そんなんやってなくて練習始めるぞ。はい、キャプテン。あれでもまだ誰か来てないかな。チュースチュースス、マジマンジ。彼の名前はキャッチャーの吉太郎。時間を守らないルーズなやつである。いや、ちょっと遅いよ、この吉ヶ谷野郎が。本当にな、たまには10分前くらいに来ること覚えろよな。いや、マジっすね、ありがとうございます。
あれでもまだコーチが来てねえな。そうっすね。今のうちにサッカーありまして遊ぼうぜ。いいですね。よろしくお願いします。おーい、すいません、おはようございます。おはようございます。今日もあっちいな太陽さん、ギラギラだぜ。やめろ。あれ今日なんか人数足りなくない？いや、留学生のズ・グルンバ・ペペは休みそうなんですけどね。誰だよそいつ。いねえだろそんなやつ。いなかった。いや足りねえだろ、3人で野球できねえだろ。揃ってるんですけど、ね、いや、いるだろどっかに。おい集合集合、おい集合、おい、お前集合、お前、お前つってんだろ、おい玉拾いの玉太郎、お前だよ。こっち来い。はじゃねえバカ野郎。はい、すいません、こっち。お前今何やってたんだ。玉拾いをしてました。バカ野郎、玉拾いなんかやってないで練習しろよ練習。でも、ボールさんたちを拾ってあげないとかわいそうじゃないですか。うるせえ、並べ。はい、こっち。よし、じゃあな、今日お前らのために特別な特訓メニューを用意してやったから覚悟しとけよ。特別な特メニュー。はいはいはい、今日はな、なんとノック1万本を用意したぞ。いや1万本、嬉しそうな顔してるな。おいおい、ここにな、たっぷりボールあるからな。ここにボールが、あれあれない。やっちまった、ボールたちをどっかに落としてきてしまったようだ。このままだとボールさんたちがバラバラになってかわいそうだな。なあ玉太郎や。はい、コーチ。ボールさんたちを拾ってきてくれるか。はい、コーチ。ああ、やっぱりコーチは最高だな。よし、じゃあ邪魔者いなくなったから練習すっか。そうっすね。はい、コーチ。よし、じゃあ今日ボールねえから素振りすっか。はい、コーチ。腰入れろよ、腰。うん、いいな、うん、みんなお疲れ。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。コーチお疲れ様です。お疲れ様。彼女の名前はマネージャーのまーちゃん。上から89、65、90のダナイナマイトボディである。私、今日のためにみんなに差し入れ持ってきたんだ。お、気が利くじゃねえか。ありがとうございます。でしょ。じゃあまずこれ、スポーツドリンクね。マジマジで、これがレモンの蜂蜜漬け。ありがとうございます。で、これ昨日夜鍋して一生懸命作ったの。筑前煮。筑前煮。ありがとうございます。みんな練習頑張ってね。ありがとうございます。コーチ、すみません、ちょっと私用事があるので先に帰らせていただきます。それはしょうがないな、帰っていいぞ。はい、お疲れ様です。ちょっとあんた、なんだよ。もうあんたちゃんと練習してるの？やってるって。もうそんなんじゃ甲子園行けないじゃない。分かってるよ、もう応援してるんだからね。分かったよ。あー、まーちゃん今日も可愛かったな。筑前煮も美味しそうだしな、後で食べよっかな。ショートの翔太郎はマネージャーのまーちゃんに密かに思いを寄せているのである。よし、じゃあ練習再開するか。はい、コーチ。気合い入れてけよ。はい、コーチ。そして練習後。いや、今日の練習も疲れたな。いや、本当に疲れた。コーチな、うん、あ、なんだから独身なんだよな、あいつ。やっぱそうだよね。でさ、ちょっと相談があるんだけど。そう、どうした？俺やっぱりまーちゃんのこと好きだ。でもまーちゃんやけに吉太郎と仲がいいんだよな。なんでだろうな。いや、仲がいいって、お前、まー、あ、ちゃんは吉太郎の母ちゃんやで。か、え、なんなんだよそれ。え、母ちゃんってことは何歳離れてんだ。いや、でもな、この湧き上がってくる気持ち抑えらんね。なんだこの胸の奥から、なんなんだこの湧き上がってくる気持ちは。世界はそれを愛と呼ぶんだ。Oh.
愛と平和と一緒に大きな声で叫んでください。いきます。皆さんと盛り上がれる楽しい曲を持ってきたんで、一緒に手拍子などしてね盛り上がって